富士山が今日くっきり見えてますね、はい、富士山綺麗ですね、はい、今お天気カメラでも出ていましたけれども、はい、少し富士山に注目してみたいんですけれども、はい、衛星画像で実はですね富士山見えるんですけれども、はい、あここにですね白いものがありますけれども、まあ、はい、雪をかぶった富士山ですね、はい、周り何もほとんど雲がないんですけれども、宇宙からはですね富士山はこんな感じに見える、うん、ということなんですけれども、はい、このようにですね、まあ、富士山が雪をかぶった状況がよく見えるということはですね、はい、逆に言いますと空がこのように青くなければいけないということと、はい、見通しが良くないといけないということで、まあ、乾燥していて、はい、まあ、風はあってもいいんですけども乾燥していて、まあ、水蒸気も少ないと、あとは空がこのように澄んでいるということが条件にならなければいけませんので、はい、まさにですね、まあ、そういった冬型というかですね、こういうこの季節に特有の富士山の見え方と、ということで、まあ、太平洋側は晴れ報告が多くなっているんですけれども、はい、現在天気はどのような状況になっていますか。はい、現在の状況ですね、はい、皆さんからの報告を見ていきますと、西日本東日本の広い範囲で、晴れているといった状況ですけれども、で降水の雨雲の変化を少し見ていきますと、この、日本海にある雨雲のエリアはですね、午後になりますと徐々に雲が、広がってきまして、夕方6時頃にはですね、まあ、北陸地方にかかってくると、で夜遅くなればなるほど雨足が強くなるということと、はい、まあ、この雨雲かなり発達していますので雷を伴って強く降るあられのようなですね激しい現象も懸念されるということですので、はい、その帰りの時間帯ですね、夕方、6時以降、まあ、お帰りになる方はですね雨具を持っていただきたいですし、はい、天気の急変にですね注意していただきたいと思います。